肉うどん、あーどん兵衛絶対美味しいよね、絶対美味しいよね。なんで10分ぐらい待たないといけないの？本当に美味しくなるの？冷凍？でもチンがない。あ、チンある、実はチンある。ナマコ推しハゲちゃん可愛いと尊いと結婚してありがとう。1分マイナスぐらいが一番、え、本当に10分って本当に言ってる？意地悪で言ってる？え、そうなの？スープを吸って、え、うどんみたいになる？本当に？え、うわ、千歳の肉うどん美味しそうだな。日清食品、日清麺食品。結婚か、騙されたと思ってやってみようかな。でも確かにいい感じに冷めそうだし、いいかも。にゃん吉さん結婚して、はにゃ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 、何食べようかな。にゃん吉さん結婚して、何、声も言っちゃった、はにゃはにゃ。でもチンあるから冷凍うどん買っていこうかな。でもそしたら家で食べろって感じだけど、家でもう食べる時間がないんだ。いや、ここは諦めよう、諦めよう、諦めます。私は肉うどん。みんな生きてる、みんな生きてる。私この配信は30分ぐらいしたら終えようと思ってるんだけど、開始時間遅くなっちゃったから、あと7分ぐらい。みんな生きてる？あ、生きてた、ごめん。待って、生きてた。私が普通に止めてた、ここを。なんか、コメントが、を止めてた。え、味が、本当に？じゃあ、どん兵衛買っていこう。そうする。どん兵衛買っていきます。結婚願望ある方なのですかって。面白い、アイドルにする人。え、どうなんだろう。でも今はもう自分のことで精一杯、そう。ちなみに推しにこのギフト投げたことないんやで。私には投げるの？本気？面白い。じゃあどん兵衛を今日買ってみます。で、結構な時間立たせて食べてみます。山猫坊主さん、かわいい、ありがとう。花丸で食べよう。花丸うどん行きたい、花丸うどんめっめっちゃ行きたい。武蔵のうどんは食べたことない。美味しいのかな。もうね、武蔵はもう辛若鶏弁当です。僕らはみんな生きてる、みんな生きてる。ワクチンで辛い。私もワクチン大事。いける、鴨だしそば。箱が落ちちゃった。
亀製麺で肉うどん行きたい。丸亀製麺って24時間営業かな。力のうどん、じゃあ2つ買ってみようかな。でもさすがに多いから食べられないだろうな。じゃあどん兵衛のとりあえず肉うどんを買っていきます。今日は偉くない？私自分に CD を投資してるので自分に CD を買って投票してるので、うん、なのでもう節約しないとダメなんですよ。節約しないとダメなんですよ。だからカップ麺で昼をしのぐという。偉い偉いのかどうかわかんないけど、よくないよ。でもカップ麺って別に大丈夫だよね、うどんぐらい。NMB さんこんにちは。お昼の時間力おうどん、おうどんのお店か。うどんのお店行きたい。一味より七味、すけさんうどん、うん、私もすけさんうどん好き。黒麺なら確かに。節約するならワクチン、金曜日週末ぐったり、嘘、楽しくな、楽しくなる予定なのに。お話し会とかもあって。確かに、じゃあ私は節約をできるように頑張りますとか言いながら多分お肉買っちゃう普通にカップ麺食べたらよくないかな。まあいっか。毎日カップ麺食べ続けたら学生が半年後に幻覚見えたらしいよ。どういう、それは実験なのか、それとももう、なんで、なんで幻覚が見えるの。まあ1日ぐらいいいよね。ちくわ、あ、ね、ちくわってチーズと焼いたら美味しいらしいよ。あー、もやし、私はもうもやし、トラウマもやしなので、もうもやしアレルギー。確かにスーパーで袋うどん、でもその袋うどんをどうするかよね。どうやって食べたら美味しいのかな。肉水に入れて食べようかな今日。スーパーに売ってる肉水と間違えた。わかった、わかった。あ、でも私は今日はもうどん兵衛のうどんを、肉うどんを食べるって決めた。確かに塩分多いから注意。でも塩分大好き。昨日もなんか塩分を飲みまくった気がする。なんだったか、はあ、わかめうどんだうどん大好き。俺は焼きうどんがいいな。かっこ聞いてない面白い。私かっこ聞いてないとか、なんかかっこの中のなんか自分へのツッコミ好きです、うん、肉水の中にうどん入れたら絶対美味しい。そして肉うどんになりそう。そっか、やっぱ栄養の偏りで幻覚見えちゃうのかな私も。どうしよう。私はほぼビール生活してますよ、リモートなので面白い。うん、まあ私玉ねぎある。絶対美味しいじゃん玉ねぎのチーズ。そうね、塩分ぐらい大丈夫。もう肉うどんでしょ。肉水の中にうどん入れたらもう肉うどんよね。でもお野菜を食べなきゃダメか。お野菜か、お野菜食べなきゃだよね。なんでお野菜ってさ、どうしよう。でもまあどん兵衛の中にさお野菜も入ってそうだよ。ちょっとだけ、ねえ、コンビニってさどこもさ熱いお湯のポットがあるとは限らんよね。それともほぼある。ネギはあるでしょ。ネギでさ食物繊維さ摂取できるかな。
ないとこ見たことない。ほぼあるよ。だよね、だよね、だいたいあるよね。よかった。あ、チュール、ほぼあるよね。あ、プチトマトとか野菜ジュースでもいいじゃん。野菜ジュースにしよう。1日分の野菜を摂取できるよみたいな書かれてるじゃん。それにしよう。野菜ジュースでいいかな。野菜ジュースでいいと思う？みんな絶対あるよね、あるよね。野菜ジュースにしよう。うん、面白い。ボリボリ食べる？ボリボリ食べようかな。チキンラーメンみたいに。毎日野菜ジュース飲んだらどうなるの？やっぱ健康的になれるのかな。 ABC ジュース知らない。 ABC スープは知ってるよ。 ABC のマカロニが入ったなんかスープ、レンチンして入れて。なあ、そうする？いやでももうなんかもう野菜なんてって感じなんだよな。なんで野菜ジュースうどんを作ろうとしてるの？やっぱりわけわけした方がいいよ。トマトのカリウム取りすぎは良くない。嘘、カリウムいいって聞くのに。マカロニグラタン大好き。てかグラタン大好き。 ABC ジュース、アポル、ビート、キャロット、ジュース。ビートって何？ビートって何？ビート、太陽のトマト麺。何それ、そんなのあるの？糖分多いから。やーん、飲みすぎ注意。そんな、私はもうどうしたらいいの。ビーフ、アップルビーフキャロットジュース。もうやばいじゃん、ビートたけしさんとか言う。あ、ミネストローネ美味しいよね。コバさん、ハートありがとう。太陽トマト麺、トマトベースのスープのラーメン屋さん。すごい。ふと、太陽のトマト麺、トマトベースのスープ、どんな味なんだろう。そうなんだ。カリウム不足は足とかつる。それは大変。絶対不足させちゃダメだね。でも私足つったことないから安心して。ビートルーツ is a type of vegetable。 おー、ビートルート、つる、緑色のつるっぽいやつ、調べてみよう。ビートルート、ビーツ、想像してたのと一緒だ。これか、株みたいな。こいつか、ビート。大阪にあるんだ。みんな釣るの？アホ毛祭り開催中だ。ダッシュ、よくない。紫のやつだった。じゃあとりあえず今日はその最寄りのコンビニにあると信じて、そのどん兵衛の肉うどんと給油ポットがあると信じて。今月 DMM 契約、素晴らしい。投票できるよ、一票。ありがとう、優しいね。ボルシチ、聞いたことある。ね、オリゴ糖いいよね。
野菜をどうやって摂取するか。ネギを大量に入れたらいいかな。今冷凍ネギがうちにあるから、それをラップに包んで持っていこうかな。でそれで肉うどんにお湯を入れると同時に、そのポケットからラップに包まれたネギをバッて入れて食べようかな。ガチじゃん、ガチじゃんね。ガチだよ。どうだろう、こんばんは、違えた、こんにちは。野菜ガチ勢、なんか不審な人と思われないかなと思う。それなら野菜ジュース飲んだ方がいいよね。肉吸い食べたくなった？ほんと？肉吸い食べて。私は肉うどん食べる。でこっちのパフォーマンス見たいって。あ、ポリポリポリ、ありがとう。ありがとう。いい、もういっか、野菜、野菜はいいや。カピバラミキハ君ありがとう。花束、じゃがいもって野菜。ハッシュポテトはどう？ハッシュポテトはどうかな。どう思う、みんな。にゃん吉さん、ハートありがとう。どう、ハッシュポテトは。え、肉吸いが生まれた理由、早く食べたいからうどん抜いて。マジで意味ある。うどんがメインじゃん。うどんってつるっと食べれるじゃん、塩分多いかな。野菜だよね、ハッシュポテトって。いいと思う。じゃあハッシュポテトにしよう。ハッシュポテトって揚げ物なの？ハッシュポテト、なんで私のハッシュポテト。今めっちゃハッシュポテトの気分になってきた。にゃん吉さん、ハートありがとう。ハッシュポテトの気分になってきた。うん、そう、油たっぷり。嘘、ハッシュポテトの気分なのに。揚げ物、そうだよ。だって今日みんな知ってた？私公園だよ。公園って360カロリーぐらい消費されるんだよ、知ってた？公園って、え、ダンスの消費カロリーは約300キロカロリーだから、1時間300カロリーってことじゃん。1時間300カロリーってことは、まあ公演って2時間あるわけよ。だから2時間、つまり600カロリーで、リハもあるから1200カロリー消費される。やったー、1200カロリー消費される。みんなも多分消費してるよね。すごい。ぜひパフォーマンス見て。でも私の場合は、うん、絶対1500カロリーとか使ってそう。2倍だから、人の2400カロリーぐらい消費してそう。キャー、つまりダンスはいいこと。何でも食べて OK! 最高最高最高。え、じゃあ私はつまり2400カロリーぐらい消費されてるってことだよね。何でも食べて OK! 元も子もないかな。
さら2倍。じゃあ何でも食べるね。嬉しい。なんか大丈夫かな。何でも食べちゃおう。でも夜はちゃんと、夜は私最近食べないダイエットしてるよ。今日から、今日から、最近、ちょっと最近から食べないダイエット、夜は食べないよダイエットしてるから。食べないよ。その代わりなんか疲労、なんかクエン酸飲んでる。クエン酸ジュース最高だね。デンマークダイエットは、デンマークは、デンマークは、デンマークはその今ジャパン、日本にいますのでちょっと難しいみたいで、私もデンマークダイエットってほぼ卵と、なんかゆで卵とコーヒーとグレープフルーツがなんか主食なんですけど、私コーヒーと、コーヒー飲めないしゆで卵食べれないから、無理だった。無理だった。すごっ。カカオ 70% 以上のチョコ 5g 食べれば太らない。 5g って何？そう、今日からやってるよ。私はあなたの韓国のファンだよ。会えて嬉しいよ。カムサムニダ、こまぼうよ、こまわよ。レモンジュース、いいねの一月につきレモンジュースを飲む量、いいねの数だけレモンを一滴垂らしていくみたいな、レモン汁を一滴垂らしてそれを飲んでいくとかは。コーヒー毎日飲んでるの。偉いね。いいねの数だけゆで卵、もう無理です。水分系はおやめなさい。やめた方がいいよね。お仕事頑張れ。 SG48 で一番面白い人って工藤さんなんですか。そんなおこがましい、おこがましいの、なんだろう、恐れ多いだった、間違えた。恐れ、おこがましいって違う意味だよね。恐れ多い。クエン酸補充するために、捨て落ちアピールするためにもレモンジュースを、いいねの、いいね1000個なら1リットル飲む。キャッキャー、キャッキャー、レモンジュース、捨て落ちレモンからレモンジュース作れるかな。唇が乾燥してきたの、保湿していく。ママ、いいねの数だけ七味唐辛子。それはみほ、それはみほです、それはみほちゃんです。むくみ取れてきた。ポリポリネスチアム、もう花粉って飛んでないよね多分。いいねの数だけ強くなれるよ。なんだっけそれ、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。あかん、花粉はまだ嘘。私もうバリバリに涙の数だけ強くなれる。花粉飛んでるかな。花粉の威力、今朝くしゃみ出たね。うん、飛んでるわ。私の方も飛んでるわ。
この唐揚げをビールで流し込む。私まだビール飲めないんだよね。私ビール飲めないんだよね、まだ。あ、今日はみんな聞いてください、今日は実験します。私どうしても汗をかくんですよ。もう何を頑張っても汗をかくんです。で、昨日ね、あ、もうこんな時間、嘘、もうちょっと終了ですね。え、じゃあ今日は実験するので聞いてください。あのね、私どう頑張っても汗をかくんですよ。そう、それで、あの、もういろんなボディーシートを使ってきたんですよ。あのサラサラなんかボディーシート、夏に使うボディーシートを使ってきたんですよ。そうだから、でもそれでも汗はもう止まんないから、なんか昨日レッスン場になんかあったメンズ用のボディーシートがあって、そう、それでなんか拭いてみたらすっごい爽快感だったんですよね。でその後踊ってないから何とも言えないけど、あのもうすんごい寒かったんですよ、そのボディーシートを、そうで体を拭いたら。なのでちょっと今日試してみますね、ボディーシート、メンズ用のボディーシートで。そう、でもさ、汗をさ止めるのはさよろしくないじゃん多分。そう、なんかあるよね、ここら辺さ、なんか舞妓さんみたいな、さ舞妓さんがさやってる方法もやろうかなって思ったけど、さすがにもう苦しそうだから やめて。そう、やっぱあの少しでも体感温度を下げたいんですよね。そうだから、そうメントール、そうちょっとそれで私爽快感を感じながらダンスできればなと思います。なので今日はその実験頑張ります。そうめっちゃいい、でも寒すぎたマジで、本当にめっちゃ寒かったから、冷えピタいいね。汗は美しいからそのままで大丈夫。優しいんだけど汗美しくない。もうね、こんな感じ私って。ハッカ油塗ろうかな、ほんと私もハッカ油塗ろうかなって思ってきた。ここら辺とかお清めスプレー欲しいんだよね。あとのりみおさん、ファイトありがとう、頑張るね。みんなも頑張って、今回来る人はちゃんと気をつけて来てください。気をつけて来てください。え、部分的に染めた、その他、嘘、足の裏からとかにならんかな。足の裏からの汗も嫌やけどね。ハート作って、作っただけ。まあ今日は頑張ります、皆さん応援してください。そして私も皆さんの午後からの活動を応援しております。ありがとう。本当に私本当に汗かくの、頭皮からも汗かくし、顔からも汗かくし、首もだし、もう体、お腹とか背中とかもかくし、腕からもかくし、なんとすねからも汗かくんです。ギャルピース、私って本当に汗どっからでも出るんで、みんなさん、でもあんま手汗はかかないんですよね。実はこう見えてあんまり手汗かかないタイプです。そうだね、でも新陳代謝がいいこと、ありがとう。新陳代謝いいですよね、ありがとう。ふうやさん、ハートありがとう。じゃあ今日も頑張る、みんなのために頑張ってくれます。バイバイ、また壇上を呼ぼう。大津さん、コバさん、キムさん、ケビンコリー、ふさかなりんお、ニューさん
お魚みたいな名前。コウさん、ひまわり29さん、和牛さん、めっちゃきのこさん、コッシーさん、シワイさん、ハゲちゃん、リンシャンさん、カピバラミキハくん、タッちゃん、ダンケニクウドンさん、ミヤティさん、クニちゃん、アンリュウさん、キヨニーさん、ティユーさん、タランボさん、三千院ナギさん、リョウジーさん、ナベさん、バボッさん、チューチューさん、スーさん、ボヤッキーさん、野口さん、ジョナラゴさん、CO2 さん、人生方向音痴さん、そして本日の秋元先生枠はニャン吉先生です。ありがとうございます。のりみおさん、モビさん、ありがとうございました。そして本日のブレンチェーン第3位はマシャさん。マシャさん、ありがとう、修行頑張って。そして第2位はブンちゃん。ブンちゃん、ブンちゃん、なんかこんな、なんかポケットにさペンライト入れとった、ありがとう。そして第1位はツナさん。お、またクワトロで、ありがとう、待ってるね。よそ見しないよね、今日はリコちゃんだけだもんね。ありがとう。じゃあね、みんな頑張るよ。手汗かく子の握手会は好きで、もうね、それもう癖が出とんよ。癖が、うん、ありがとう、またね、またね。 DMM で見てね、私のこと。チュチュラ、またね。じゃあね、またクワトロで、それかメールで、あと夜配信でおしゃべりしましょう。またバイバーイ、またねー。